宮川くんマニアにワンピースのこと気になること聞いてみたはい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気行きましょう。さあ、行きましょう。人格が変わるの、このコーナーの時は。やってきましたね。さあ、行きましょう。はい、早速行きましょう。はい、はい、それで行きましょう。お願いします。はい、はい、いいですよ。先にじゃあ行ってきますよ。はいはい、ジャンプのあれがあります。ネタバレがね、はい、ある可能性があります、はい、アニメ発行の方はお気をつけください。お願いします。でなんか毎回あるわけじゃないんですよね、このコーナー。そうなんですよ。そこがちょっと難しいわけです。難しいラインなので、今回はあるってこと。今回はありそうなんで、ちょっと先に言ってきます。今回はジャンプの内容があります。はい、はい、お気をつけください。はい、でまだまだ僕もまだまだですけども、はい、まだマニアとして、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、すいません。じゃあ行きましょう。はい、いいですか。じゃあ1個目、はい、どうぞ。黒ひげってとりあえず今まで何してた？ふわふわっとふわふわっとしてますけどね。どんな感じの経過だったのか、はいはい、黒ひげね。そう、前回のクマみたいな感じでちょっと聞いてみたいな。黒ひげは本当にややこしいっちゃややこしいよね。ね、いろいろ断片的にこう出てますもんね。そう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 。でもちょっとジャンプの内容はあれですけど、はい、気になっちゃった。やっぱりまずさ、うん、懸賞金やばない？やばいよ。どういうこと？22億4760だっけ。うん、どういうことよ。やばいよな。まあまあちょっと出てきたってこと。確かに俺も今ね、うん、ちょうどよかった。なんか俺も整理したい。はいはいはい。でまず、うん、黒ひげっていうのは、うん、白ひげ海賊団で、うん、普通に2番隊に属してました。2番隊隊長。そう、そうで、隊長か。隊長じゃない、隊長じゃない、隊長はエースですから。そうか。そうそう。でこのここですね。ここで本当に一番古い情報がここじゃないですか、うん、ノベルエースの2巻ですね。ノベルエースの2巻で、あ、そこもあるんだ。そうそう、ここ実はね結構出てて、その要は白ひげ海賊団時代の黒ひげ、ここ結構描かれてるんですよ。エースとのやり取り。ああ、なるほどね。ここでね、ここで結構細かく、あ、それは知らないわ。ここまで描かれていて、うん、結構問題児。要はエースからしても命令聞かなかったりだとか。ああ、結構暴れ馬。そうそう。で、言うて年もさ、もう40ですから、2年後で40。で、2年前は38か。結構おじさんなんだね。おじさんです。で、エースはその分その時は、ね、2年前だから20歳か。20歳ぐらいの若造に言われるわけだ。そう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 。だからまあ言うこと聞かないというか、うんうん、まあでも頼りにはなってたよ、もちろんもちろん。なるほど。でただでもやっぱ黒ひげはその時代からやっぱり成り上がることをずっと考えてたと、うん、で、うん、白ひげの船に乗ってれば、うん、俺が欲しい悪魔の実がの情報が流れ込んでるであろうか、うん、白ひげ海賊団乗ってたと、うん、ずっともう名前も出すとめんどくさいから、うん、懸賞金もかけられない程度に、あ、弱いよ、振りをしてたの。まあまあそう、まあ、細かくは描かれてはないですけど、うんうんうん、そのまあ潜んでたって言ったらだけど、うんうんうん、名を、うん、だから2番隊隊長エースが、うん、お前長いだろ2番隊、うん、でお前やるって言ったら、いや俺はそういうの興味ねえみたいな、うんうんうん、だからエースやってくれる、うんうん、でエースがなったわけ。なるほど。でエースがなった時にちょうど闇闇の実が白い海賊団に流れ込んできて、うん、でサッチが奪っ、うん、取ろうって、うん、最初に見つけたやつが食っていいんだっけ、うん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 、あれ確かね、うんうん、白い海賊団のルールだと、うん、最初に見つけたやつが食っている、うん、でサッチが見つけたから、うん、くっそ俺が欲しいやつ欲しいやつっつっても、うん、仲間殺しして食ったんだ。奪って食った。はあ。でそれですごい辿ると、もうね16巻、嘘、どこで出てきたね。最初はもうあれだよね、ドラム島。ドラム島、え、ドラム島を最初に掘り落としたの黒ひげです。あの、あそこじゃないの、空島のところでルフィとさ、あ、もちろんその空島あるぜいってやつじゃない。あ、そうそうそう、あの完全に確実に出てきたのそこなんですけど、うん、名前はまずねこの辺でも出てる。あ、そうなんだ。先日黒ひげという海賊に滅ぼされたって感じなんで、そうだから、でそれをワポルは一目散に逃げ出したね。守らずにね。そうそうそう、あいつ王だったんだよ。そうそうそう、うん、でまあこの辺でね、その名前だけ出て、で空島行く前に、うん、まあ、ルフィたちとジャイアで会って、うん、でもう彼らその時からも能力者ぐらいしてたんですよ。あ、そうなんだ。能力者ぐらいで、そこですごいのが、うん、毒球ってリンゴ持ってたじゃん、うん、でリンゴ毒キノコ、毒キノコ、毒リンゴで爆発するリンゴを食わして、うんうんうん、バーンってなったら、うん、スマイリーの時ってさ、悪魔の実ってさ、うん、そこになるじゃん、うんうん、近いやつ能力が、だからそれをやってたんじゃないかみたいな、その時から。もうじゃあその時は仲間だったの、黒ひげとその毒球は。あ、もちろんもちろん、そこはもう本編でも出てますよ。そこはもちろん、黒ひげ最初にそのまあ空島出てきた時から、うん、もう毒球とか、うん、あのバンオーガだっけ、うん、はいはい、あれとか仲間だった、うん、仲間です。仲間だったんだね。まあ、でもバンオーガで出るようになったんだね君、口からなんかケイさんの成長今あと白いやつとかね、杖のやつはバンオーガじゃないね、杖のやつラフェット。そうそうそう、あ、ラフィット、ラフィットとかね、いるよね。はいはいはい。あ、そうだから、それ仲間で、仲間だったんだ。では要はその時からまあ要は逃げてたわけや、うん、逃走して、で逃げて、うん、それ白ひげ海賊だ、要はエースが追っかけてたんだよね。そうそうそう、うんうん、でもその時から、うん、要はインペルダンに侵入してレベル6のやつを解放したいと多分思ってた、うん、これはもう分かんないよ、後々黒ひげの行動からすればね、ほう、
で今なんでその最初ジャヤにいたかって、うん、その仲間殺しして要は海逆走して、うん、ドラム島にまで行って、うん、でそこまで行ってって、うん、でなんでかっていうと、うん、ではその七部海になりたかった。七部海になるつまり海軍の味方、世界政府の味方になることによってインペルダウンに行けるから、うんうんうん、ああじゃあその入るためにわざ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 名を上げたの。あえてずっとしてたのが、うん、本当はルフィを討ち取って海軍の手土産海軍にやって七部海入るとしたんだけど、エースに止められたんですよ。バナロ島の決闘、もうバナロ島の決闘ですよ。それこそじゃドラム島はなんでその七部海入るためにやったの。それそこ聞いてほしいんです僕は。そこはもう考察。ドラム島になんでいたんだと。そうだって別にそこ約束でしょ。そうそうそう、逆に悪いことになってから七部海には入れないんじゃないのでしょ、うん、俺のこれ考察よ、うん、これ俺の考察だけど、ドラムって、うん、何ですか、どういう国でしたか。まあワポールがいた悪い国か。で、いや、で、どういう国、ど何が発達してたの。医者、医者、そう、医術なのよ、うん、で、うん、そこで医術が発達してたって多分情報が多分入ったから、うん、だからその悪魔の実を奪い取るための、うん、なんかそういうのを奪いに行ったんじゃないかと思って、うん、あであそこでしかもチョッパーが生まれてる、うん、ランブルボールってのはチョッパーが自身で作った悪魔の実の波長を狂わす薬なわけ、うん、あそういうことか。だからそういう研究がまあされててもこれ推測ですよ、あの推測、僕の推測っていうか予想だけど、あなるほどね。だから黒ひげが多分襲ったんじゃないのかな。そこは七部海とかじゃなく逆にもうだと思う。そこはそこは七部海になるとしたら別に襲ったらね。でその次どこ行ったっつったっけ。七部海でドラム島の後はジャイアンに行って人の夢を俺ね名言やりました、うんうんうん、でその後でエース、そいつは聞き捨てならねえな、うん、俺の弟だっつって、うんうん、で結局バナルトの決闘でエースを打ち取って海軍に、うん、だから七部海入る。七部海入った。エースって結構あれだったからね。そうそう、だって戦争の引き金になるレベルの人物ですから、ね、白井がするのは2番隊隊長ですから、ね、でお前七部海になるみたいになるって。そうそうそう、で元隊長だよ。自分の元隊長だろうが何だろうが自分の野望のためにズンって。でもそんな強いんだね黒ひげ。そう考えると強いよ、強いよ。だ未知数だけどね。正直なんか別にさそんなに強そうじゃないじゃん。そうなのよ闇って。だって今覇気があるしみたいなね。そうなの感じではあるけど不思議なのよ。だからでまあまあ七部海になって、うん、で長寿戦争やってるから、うん、あ今だっつって欲しいんだ。いやそうみんなそっちに集中してるから、うん、インペルダウン入って、うん、レベル6のやつに殺し合いさせて中で、うん、で残ったやつ残ったやつついてくる。それもすごいよね。で死竜だ。そうで死竜とか、うん、もうそれこそ何デボンとか、うん、あとアバロシタロでっかいやつとか、そうそうそう、うん、サイフォンサーフォンですね、うんうん、そうそう、バスコショットとか、うん、そう、その辺をもう引き連れて、うん、今の位置で、うん、もう2年後4校になっちゃいました。もうそんだけだってインペルレベル6で隠されるぐらいだからね、うん、公表されないレベルの悪人だから相当なやつだよ。まずそれを引っ掛けてから頂上戦争に来たんだっけ黒ひげは。来た来た。で親父を殺した。そうだ、で身を本当信じない。でそこでそうよ、で、なんで使えんのだよ。そうだね、そうそう、なったなった。そう、うん、で、うん、だまあその能力の話はあとね、うん、要は変遷でしょ今、うん、で、グラグラも手に入れてやばい、うん、こっから先は俺の時代だって言ってたって言って、うん、で、2年後、四皇になってました。で、今回海賊島八の巣あれバーン結構初 ?2 年後初 ?2 年後初です。やべ、2年後初、もう四皇だよね。本当にだから黒ひげ2年後出ねえな出ねえな出ねえなってやっと出たと思ったら22億4760万。え、じゃあ4校で懸賞金出るのは初やべえ、うん、あ、まあビッグマムが過去で5000万5億みたいな描写ちょろっと出てた、うん、今現在出てないですね、うん、やばいじゃん。やばいんですよ。うわ、で今どうなってるかちょっと分かんないけど、うん、そどうなってるか何その能力とか、うん、能力者狩りをしててどのようなその形態気になるな。でももう確実に4校ぐらいのそんなに、うん、組織もう多分持ってるだろう。だって言うて黒ひげは提督なんだよね、うん、そう、もうだから言うたらその一番船長、あ、まあまあそう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 、2番船長、そうそうそう、何番まであんのあれ、ん10番ぐらいまであんの白ひげ、うん、黒ひげ、黒ひげは今10だね。でしょ、うん、10人のその今日、うん、10人のまずその船の船長それぞれにいて、そこにも船の中にその部下がたくさんいるわけ、ね、いると思うよ。全体で何千人とかになるかもしれないってことでしょ、うん、だって麦わらの一味は10人だっけ、うん、9人か、まあ傘下も入れたら5600人だけど、そのいないじゃん傘下っていうか、うんうん、そのでも黒ひげ、それ黒ひげだけでもう何千人といる可能性があるってことだよね。そうそう、あでも傘下もいる、勝手に傘下、あの桃ひげとか懸賞金5200万 の、 あの雑魚海賊とかも、あそうか、でも黒ひげはおめえのこと覚えてないだろうけどなって革命軍が言ってたけど、黒ひげとかもいるけど、だから傘下も入れたら多分相当なんじゃないかな、もっといるかもしれない。いや分かんない、もうじゃあ言ったらもうあれでしょ、麦わらの一味がそれぞれがゾロとかが分かんないよ、ないけどゾロとかが要は隊長で、まあまあそれは感覚でね、イメージとしてはやんないけどね、ルフィたちはもう彼でやってるけど、イメージはそういう、そういうことだから提督なんだ。そうそう、で今はそれで海賊島で収まってる。
待ってっていう流れです。どういうことよ。じゃあどういうことよ。新しい拍手に変わる。どういうことよ。どういうことよ。じゃあいやだからまだってわかんない。本当に未知数。パキ使えるとかまだ出てないよね。出てない。でもまあ使えるんじゃない？やっぱり。でかつそうだ。青木氏も仲間にしてるからね。そう最新話の考察であの、どこで出てましたっけって言われたんですけど、うん、コメント欄で書いてましたけど79巻で出てます青木氏。はい、あのもう青木氏か方は確定で、ただ青木氏がどういう思惑で動いてるかは出てないけど、えあのスモヤン助けたところじゃないの。ん？スモヤン助けたところじゃないの青木氏。いやその後読む。あ、出てんの出てんの。いやあの言葉だけ。あ、そういうことか。九山の剣は五老星が、そうだ、五老星が赤に対して九山の剣はどうだ、あの巨大な戦力が今や黒ひげに加担していると、軍の対面も何もあるまい言ったかも。そうで、実際の何殺し屋の時にバージェスと電話してんのよ、うん、俺は船長、俺はあの青木氏なんて信用できねえぜ、うん、バージェスが言ってたかも、言ってた。だから何番隊隊長かどうかも船長かも分かんないよね。でがっつり加担してんのか、うん、はたまや彼は彼で世界を回るために、うん、あえて乗ってるのか、闇を知るために今はだ、ね、昔は光しか知れない言うたら、うん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 、ね、正義のとこしか見れなかったけ ど、そういうとこにいれば、うん、海賊側から世界を知るっていう裏番になってるかもしれないな。だからクザンは、いや俺いいやつだと思ってるから、ちょっとわかんないね。自分自身で世界を、そのだって何かを決断した男の目は違うみたいな、確かに言ったりするクザンは。わぁ、ちょっとそれはまた別で聞くわ。いや、これはちょっと本当に深い。それはちょっとあまり謎な、わかりました。青木氏の件はダメですね。黒ひげはそんなもん、ね、まあ今の変遷は、大体なんかね、時間の経由、ね、そうだと思います、はい。すごい分かりやすかった。いやー、そういうことか。ちょっとごめんなさい、抜けてる部分絶対あると思うんですけど、まあ、ちょっとまとめて、ちょっと分かったね。ちょっとまとめて、小説出してくるあたりがやらしいね。やらしかね、ちゃんと読んでますから。なるほどね。嬉しい、そう言っていただけて、はい、ちょっとまだまだですけど。そういうことだったんだ。、はい、もうだって黒ひげのイメージはとりあえずエースと戦った、うん、勝った、うん、インペルダウン来た、はいはいはい、白ひげのやつ食った、うん、終わりです、僕の中では。まあまあざっくりはまあまあまあそうです、うん、でまあで本当にまさに海賊だと思うんだよね。その世間的 な、ね、このワンピース界っていうかは世間的に、うんうん、もう絵に描いてる純粋悪って感じだよね。悪っていうか野心。あ、そうかそうか、そうか、野心と自分の自由のためだけに行動する。で一番人間っぽいのかもね、逆にね。だから本当にルフィも自由だけど、あいつも自由なの。でなんかちょっと対になったまた別の自由というか、マジか。そう、自分の野望のために動く、うんうんうん、みたいな男っていう、ね、面白いね。黒ひげは本当に気になることが多いんだよ。いいですか、はい、なのでどうぞ。黒ひげは、うん、悪魔の実を3つ食べてるんですか。出ました、これ出ましたね。どうなんですか。これは本当にまだわからないです。わからない、ね、正直で本編でも出てないですから、ね、まあ、ここからまあ推測というかね、うん、そのまあ妄想寄りになると思うんですけど、うんうん、僕もねちょっと前に、うん、その昔、結構昔、うん、なんかやっぱケルベロス説みたいなすげー言われてた時期あったじゃないですか、やっぱり、ね、あったね。その俺だいつだ、あれ大学生だったかな、そんな前なの。いやすげえ前だと思う、多分ちょっと忘れちゃったけど、うんうんうん、その辺の時に見た覚えがあるのよ、うんうん、でなんかケルベロスだと、うん、いやなんかその3つの魂をなんちゃらみたいなんでしょ、うんうんうん、体に宿すみたいな、うん、あ、そうなんだ、みたいな、うん、そのケルベロス自体が神話として、うんうんうん、地獄の番人みたいな、うんうんうん、らしいんですよね確か、うんうんうん、で、うん、それなんでその3つ食べれんのみたいな、ケルベロスなのみたいな説が言われてるのは、うんうんうん、海賊機3つなんだよね。なるほど。あのそうだ、ビブルカードにもちょうど黒ひげ海賊団の情報出てますけど、うん、そのマーク見てください。黒ひげ海賊団のマーク見ていただければと思います。はいはいはい、3つあるんだね。3つ、ドクロが3つある。なるほど、まあ、これは結構有名な話で、うんうん、でなんでドクロ3つあるん。確かに。そう。でそれだったらケルベロスだとしたら、うん、ケルベロスの能力だとしたら、うん、ケルベロスの能力、うん、でかつ要は頭2本入るんじゃん、ケルベロスって、うんうんうん、だからその闇グラグラが、じゃあ最初にそのケルベロスの悪魔の実というのを食べてる説もあるんだ。うんうん、で多分君が言ってるのはそのことだと思う。そういうことか。多分そういうことだよね。あ、じゃあ次も3つ目は食えないんだね、一応その俺の言ってることだと。だとね、うんうん、ただ分かんない、うん、本当にそれに関しては全然分かんない。そもそもその分かんないけど、うん、黒ひげ自体がそういう体質なのかみたいなさ。あ、そこそ頂上戦争編で出てるのが、うん、あいつは体の構造が異形なんだよっていう、そう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 、そう、ね、59巻ですね。だからその別に悪魔に関係ねえパターンもあるかもしれないってことでしょ、3つ食える理由が。59巻で、うん、そのマルコが言ってるんですよ、うん、確か悪魔の実の能力を2つ得ることは不可能なはずじゃ、うん、普通の人間ならば絶対に無理だよ、うん、だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う、体の構造が異形なんだよ。それ何よ、それがこの結果を生んだのかって言ってるんだよ。異形って何や、本当に分かんない。もうこれ
で、あのよく言われてるのがこれと同時にそのバナロトの決闘のところで、うん、エースがその人の2倍生きてるお前がみたいな話をするんですよ、うんうん、そのバナロトの決闘でここもよくこのリルの時に持ち出せるのがここで、うん、いやさっきも話したけどその T1 をエースが止める時あったじゃないですか、うん、そこで T1 不要な問題やめようぜ、人の倍の人生を歩んでるお前がこの状況を理解できんわけがねえって言うんですよ、はい、エースが、うん、でなんか人の倍歩んでるのみたいなのもよく言われるんだけど、うん、これってただ単に俺はエースが、うん、さっきも話したけどエースが20歳で黒毛が40だから、うん、純粋に俺の倍おめえ生きてんのにこの状況わかんないわけねえだろって言ってると思ってる。ここもよくなんか言われることがあるんだけど、ね、僕の個人的な思いね。だからなんかその体の構造プラス倍も生きてんのかみたいな、よく言われがちだけど、でも実際40歳で出てて、うん、あれ40だって言うの、うん、40歳で、うん、そう人の倍の人生を歩んでるって言ってるだけだとは思うんですよ、ね、うん、なるほどね。ちょっとそれは分かんないんだ、うん、であとよく言われてるのがなんだっけ、あとなんか歯がなんとかなんでしょ、書かれてる位置が違うとか、欠けてるだからなんとかね、だからケルベ3つ食べれる理由がそのケルベロ説、うんうん、あともう一個はなんか三つ子説とかもあるよね。三つ子説なの？僕ちょっとそれあんま詳しくわかんない。三つ子になっちゃうと、でもそしたら三つ子とか多重人格だ、そういう意味で歯の位置がなんか描かれてるの違うとかあるんでしょ。ちょっとごめんなさい、そこ僕詳しく。なんか一人酔い越してるとき一人寝てるみたいなのがあるらしくて、うん、だからそれでみたいな、うん、歯の位置が変わるの、だ人格、顔が変わってるみたいなことなんじゃないですか、人格的に。あとあの、うん、あいつらだってやつですかね。あー、うん、俺それね、あ、そうだ、空島の辺でしょ、うん、本当それこそ人の夢だよね。そう、人の夢終わらねえのところで、うん、それ言った後、うん、ナミが、うん、ねえ、あいつ空島って言ってなんか知ってたのかも、うん、ルフィたち向かってね、うん、気のせいかしら、何者かしらって言ったら、うん、さあ、ルフィが、さあ、それにあいつじゃねえで、ゾロと一緒に、うん、あいつらだって言ってんだ。だから黒ひげが3人なんじゃないか、そのなんかなんじゃないか。でもあいつらだから仲間じゃないの。そう、俺はそう思う。毒系とか、そうそう、だからそうじゃないの、実はつるんでたんじゃないかみたいなって思ってる。あー、でもそっか、確かに何か感じ取ったんかい、もう見聞色使えたんかい、うん、この時からルフィは実は分かんとかなるほどね、うん、どういうことよこれ。体の構造が異形って言われてるから、うん、悪魔の実食べて異形になる、うん、なんかちょっと本当に分かんない、分かんないね、これに関しては。これについては本当にだからまだ全然謎の状態。あー、うん、だからもしかしたらそれこそ何、別に悪魔の実2つ食べれるのが、うん、T1 だけじゃないこともありえたりするしね、もしかしたらってことね。そうだ、悪魔の実が まだどこに、うん、その宿されるかみたいなのが、うん、なんかそんなにまだふわふわっとしてるんだよね。体なのかとか、うん、魂なのかとか、うん、なんかいろいろあるから、うん、それ、そういうのがなんか確定してき次第、うん、より分かりやすいんじゃないのかなと思うけど。で、あ、そうだ、あとね、子供時代は泣いてるのよ。どういうこと？子供時代の絵が描かれるんだけど、ちょっとごめんなさい、それなんかね、SBS か忘れちゃった。SBS でこう体育座りしてここに月があるんですね、うん、月の絵まで描かれてるんです、うん、月がわざわざ描かれてて泣いてるんですよ。なんで？だからこれがそれださっきのケルベルスの、うん、別の人格なんじゃないかみたいなことでしょ、多分言われてるのは。なるほどね、うん、ちょっとこの辺は分からない。全然分かんないね、うん、黒ひげはマジで分かんない気になりすぎるねこれ。まあでもケルベルスだったらなんかその能力を出してね、うん、親父と戦う、エースと戦う時に闇しか出してないから。そうだよ、でもそれを束ねることによってただあと2個食えるよっていう能力なのかもしれない。ああ、まあありえるよね。ってことはあるよね。でブルクとかそうでしょ、だってまあただ生き返るってだけだから ね、それ外には出ない、うん、なんかね。だからこれに関してはちょっとね、うん、でそれが覚醒したら10個ぐらい食えるなんじゃないだから能力者狩りしてるみたいなねわかんないけどね、うん、ちょっとこのままに関しては、いろんなパターンがある。その肉ったパターンもあるし、うんうん、もともと体がそう、その魂3つ持ってますみたいな設定ので、心臓は3つとかなんかもうね無限にあると思う。これに関しては本当謎だからね。なるほどね、ね、そんな感じじゃないでしょうか。気になりますね、はい、これそんな拍手することは別に言ってないけどね。え、まあ、なんかそのちょっと小出ししかできてないですけどいや素晴らしい、2回してくれんのなのにじゃあまあ逆にあのみんなのね意見ちょっと聞いてですね。あ、そうだね、なんかいろいろコメントくれるんで、みんなね、うん、ぜひ書いてください。まあ多分本編にはまあ出てないんで、おそらくまあ推測というかね、うん、なってくるんじゃないのかなと思いますけど、はい、楽しいね、これに考え、これに関しては考えるのすごい楽しい。ワンピースって楽しいねアホ終わりはい、そんな感じでした、はい、今日も見てくれてありがとう、はい、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。明日も楽しもう、またね、また見てね。前向いて One, two, three, four, out there
全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ全力